ではシューティーでーす。クリッチです。コウソラです。はい、どうしまーす。というわけですね、本日はね練習会ということで、この二人に来てもらいました。もうフル株メンバーです。お願いします。お願いします。お願いします。というわけで本日ね4時間撮影が、あるので、まずね僕最近野球スクールで野球を小中学生に教えてるんですけども、まずお手伝いをしてるんですけども、その塾長さんが山本仁さんといってドラフト3位でヤクルトに入団した僕の2つ上なんで、吉典さんと同い年てか同期か、吉典さんと同期、胴体視力を、鍛えるトレーニング、よくあるんですけどさ、2個一気に投げて両手で取るみたいな、あれっすあれっす。こっから2つ投げるか取ってね。はい、そうそう、アートそう、はいはいはい、あ、無理引く、はい、おい、これ意外と簡単すぎてむずい。はいはい、そう、はい、あ、えい、クリッチやってじゃん、はい、あ、えい、あと一人三つやろ、1、はい、あ、ーどっちか引きっちゃうの。そうだよ。でもなるべく相手の顔見ながらとった方がいいよ。相手の顔見た方がいい。どっちか見ちゃうと無理だから。相手の顔を見ながら取った方がいい。目線は相手の顔。あ、すげえ、むずむずいでしょ。次はね、2人ピアでやるんだけど、また手をこうして、で、相手は取る側ね、取る側は手をこう置きます。俺が離したらヒュッって取る。やばいです。そうそう、これをやっていく。で、これでちなみにフェイント使っても OK。 こういうふうに、あ、そう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 、アキリチじゃん。そうそうそう、肩ラインで上げよう。これでいく。そうそうそう、ここね、そう、足を掴んでしっかり取る側がね。あ、そう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 、配置で交代。クリちゃん手よ。そう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 、膝掴んで、膝を掴んで、あー、惜しい、惜しい。あ、そうそうそう、どうすか、むずくない？むずい。駆け引き、駆け引き、ダメだ。そうそうそう、あー、よし、よし、しっかり取る。次な、取る側は取る方の足を上げる。あ、じゃあ反対、そう、こっち上げて、そう、上げた状態で落とすから、はい、取るんだけど、同じかと、これ、わかるかな、上げて、上げる、こうやって取る場合ってさ、ぶつかっちゃう。だから、自然とこうなんなきゃダメ。わかる？こう、あ、だってほら取ろうとしたらさ、ぶつかっちゃうじゃん。あ、足上げてんだ。これぶつかるっしょ。行きよ、行きよ、こうなるね。そう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 、だから上げてたらヒュッ、そう、あ、フリッチがやる。フリッチ上げなくていい。もちろんもちろん、そう、そう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 、うまいうまいうまい。はい、交代、右足上げて、反応反応反応、うわー、あー、惜しい。でもやり方合ってるよ。難しいな。そう、これで早く、そう、素早く、なるべく上の方で取ろう。あー、はい、惜しい。あー、惜しい。めっちゃ惜しい。ここにいる、ここに。あ、もうちょい、もうちょい上、はい、上げて、もうちょっと近づいた方がいいよ。はい、もうちょい、おーい、おっしゃ、おー、すごい、そう、素晴らしい。左得意、はい、左得意かといった感じの、どうすか。じゃあ今この動体収録やってどう。いく、これで一回終わりです。はい、どうすか、やってみて。俊敏なこの反射的な動きと足と手、と頭が、動きが連動しないと難しいなって書いてます、
いい練習じゃない？いい練習です。これ小中学生もやってんだぞ。もう先に普通に試合前とかやれるなって、うんうん、そう俊敏な動きね。独立どうだった？まあ、さっき おっしゃる通りで、その俊敏な動きとかすごい大事だなと思うんですけど、やってて思うのは、自分左利きなんですけど、左だとうまくできるんですけど、右だとちょっとうまくできなくて、なんか両手ともなんかある程度の感覚は本当必要だなっていうのはちょっと思いました。いいコメントありがとうございます。さあというわけでですね、本日、日本にわたって、翔平 TV が普段ね野球スクールで教わっている練習法を、まあ、みんな翔平図のみんなにねやってもらうという企画でした。動画見る側もね、君ら2人も結構勉強になったんじゃない？あ、はい、なんかこう、なんだろう、これを絶対やれっていうわけじゃなくて、はい、自分に合うものをなんだろうな、自分の引き出しの一つとして、はい、まあ、覚えて、はい、もし何か誰か困ってたら、あ、こういう方法もあるよっていうのも、あのこうクリッチすごい、そんなの知ってんのみたいな、ね、そういう技術あるんだねみたいな。 そうですね、そこもやっぱさ、人間性とかほら、やっぱ人間関係良くなるきっかけの一つかと思いますんでね、はい、もう頑張りましょう。はい、はい、はい、そしてですね、野球スクールがですね、もうありがたいことにもう定員なんですよ。おお、定員オーバー。小学生と中学生両方合わせて75人ぐらいが結構こうマックスなんですけど、まあ週4しかないんですけど、それでまああの週1の子もいたり週2の子もいたりするんですけど、ちょっと今オーバーしそうなんで、今あの募集ストップしてて、11月からまた再開するかもしれない話なので、11月以降でもし入会希望の方いましたらね、あのリンク貼ってますのでね、宝ベースボールアカデミー川越校ですね、僕いますんでね、よかったら来てください。もう一つ上尾校もありますんでね。上尾校の方が増渕さん、増渕さんが、はい、やられてても結構長いんですよね。まあ、埼玉県以外にもね、あの県外からあの来られる方も結構いますんでね、はい、よかったら、小中学生の皆さん、そしてお父さん方お母さん方、よければ、11月以降またご連絡をいただければと思います。ではチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。思いを乗せた決め玉で